それでは試合に先立ちましてチャンピオンボックスを返還となります。さあそれでは、記念撮影に入らせていただきます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。相撲ですか。まだチャンピオンはまだいかないですね。この試合互いやりにくいはずなんですよ。そうですね。石田が苦手とするタイプだと私は見てますし、はい、塾長も多分苦手とするタイプだと思うんですよ、ね、なるほど。だけどこの2人がもしスイングしてたら、はい、この2人でしかできない試合が先になると思うんですよね、はい。さあ、ここはちょっとこの試合期待してますね、はい。急遽タイトルマッチになりましたが、はい、昨年末の、水曜カレープロレスの、最後の試合で、このスイプロ王座戦、防衛をしているんですけれども、その時は、レッカ選手相手に防衛を果たしたんですけども、その時も負けたら、ベルトとかチャンピオンボックスは海外流出の危機があると言ってたんですけど、今回これも、渡辺選手に負けるようなことがあったら川崎に流出してしまうという、まあ、近いからいいんじゃないですか。あ、なるほど。さあということで、あ、ここは油断させておいてチョップ、やはり一つリーナーではいかないのか。塾長ね、やはりね、このオーソドックスなプロレスリングスタイルですが、はい、そのあたりとやっぱトリッキーなレスリング展開をしたり、またタイプが違いますから、はい。さあ今日は試合前に、若手選手を対象に広志塾、このリング上でもあったわけでございますけども、それをですね、遠くから、ちょっと眺めながら、何か考えることがあったんでしょうね。石田晋也が、その辺をちょっと眺めていたという、シーンがありました。さあお互いどのようにして勝機を見出していくのか。さあ、まず取り合い、さあ今度は足を取っていった。さあしかし深夜もついていっている。ここでヘッドロックで取られたからロープ振って、ドロップキック。ジプショージプショージプショー。さあ石田はどのようにしてこの広志塾塾長を攻略していくのか。そして渡辺宏も、第2の故郷と言っているこの名古屋で、まあ、勝利を飾ってタイトルを取りたいところでしょう。塾長、もう一発。塾長、塾長、ちょっと離っている。3発目。塾長、塾長は塾長、塾長が実際に撤去飛ばしてますね、はい。あいつはもう気分はすっかり王子の子じゃないですかね、カワイの子じゃないですかね、もう。昨日なんか練習に行ってたという話がありましたけども、そこで何か広志塾なんか注入されたんでしょうか。田村代表が10月に行ってすぐ来年行ってますよね、はい。かなり攻撃でしたね。さあ、これ足を踏みつけていく、機動力を奪いたいというところでしょうか、はい。ここで、
今度は頭ですか。で、腕を。ああ、壁の体のパーツを一つ一つなんか潰していくような作業。これでこれがダメージになっていくと塾長の動きが止まってしまう。タイムメイヤー、ここでチンロック。さあロープに行かせない。腕もロックしている。ロープまであとわずか。行かせない。ロープに行かせない。ロープまた2。試合時間5分経過。5分経過。声を残していった。お客さんです。あ、普通ここで場外に相手が落ちた場合、石田飛ぶんですけど、ここ待ってますね。昼寝で余裕を見せてる。あれはまさにミサトンちゃんマスタイルでしょ。はい。あ、これも名古屋のファイトスタイルの一つですね。あれは師匠譲りのミサトンちゃんマスタイルですよ。はい。ここに来てデビュー賞を受けてるとなかなかの男ですね。なるほど。さあここでちょっと場外のお客様はちょっとつかされたような感じになりましたが、いやけどしかしね、塾長の自分の手に関わってね、はい、頭がね、20代の人とね、こうやってマッチアップすることがなかなか本当リスクしかないと思うんですよ。はい、そこあえてぜひやらせてくれと、そこを手を挙げてくれた塾長にね、失礼はいけませんね。はい、ヘイドースター、ヘイ塾長、あ、今もね、こうやって塾長の頑張り見たいですね。はい、塾長全員送ろう。さあ、おい、来いよと。ああ、さあ、よく声で、さあ、かなり石田は精神的な揺さぶりもかけてきている。さあ、スリーパーを締め上げてきた。塾長の体が下がった。おー、じゃあ、顔面のドロップキック。さあ、ここでさあ、チャンピオンはさあ、どうする。塾長に対してさあ、結構さあ、ここでどうなるかと挑発してるわ。さあ、今度は変えてきたらアンチで返した。ラストがヘッドバット、ヘッドバット。対角線逆に振ってどうする。しかし避けた。そこから勝負がスルーで叩き落としよう。さあ、塾長の反撃だ。ボディスラム。そしてコーナーに登ってランニングニードロップ。塾長、次。さあ、昭和のプロレスでよく見たようなニードロップだ。そしてネックブレイカードロップ。あと2。さあ、塾長のさあ、こういったですね、クラシカルな技にもパワーが宿る。さあ、そんな技。そしてさあ、かつては若手相手にこの技でギブアップを取ってるコブラツイストに入ろうとする。しかし、ここは耐える。深夜が耐えた。さあ、しかしここでさあ、ここも避けておいて、ああ、顔面にドラスキック。そしてさあ、後ろから
顔面を叩きつけていった。はい、セクション。さあ、逆からいったクシードライブのような状態で叩きつけていった。はい、セクション、セクション。はい、セクション、セクション、セクション。さあ、フラッと立ち上がったジグチョンに対してボディに一撃、タックルを叩き込む。対角線に振って頭を浴びせていって、さあ、ここで一度リングに戻っておいての対角線、テイクのキック、顔面にヒットさせた。ここでホールに入った。頑張って。さあ、後ろから狙いすましてスリーパーホールド。試合時間10分経過。スリーパーホールドで締め上げていく。はい、ジェクション、はい、ジェクション、ゲーム。さあ、どうだ。確かにこのまま、さあ、ロープに行かせない。はい、ジェクション。さあ、スリーパーホールドでいいのかは。ジェクション、はい、はい、ジェクション、ゲーム。大丈夫か、ジェクション。さあ、ジェクションが今度は立ち上がる。さあ、立ってきた。ここでどうする。さあ、ここでももう一回だ。今度はここは横に取れた。アンドレードライナー、途中垂直に落として頭から、アタック。こんな隠し球を持ってるのかい、シゲ。さあ、塾長の技の引き出しは無限です。さあ、ここでトップを叩き込んでいった。アンドツー、ジクチョチャンスです。ここで体勢を整えるか。ヘッドロックパンチを入れていき、そして左で右。さあ、ここでハイスのステップ式エンジン。さあ、ここはちょっと意識が飛んだか。いや、さあ、ここはチョップを避けておいて、これだ。はい、離れなさい。お気をつけください。おい、マジか。さあ、ドリンクのグラスとかしっかりお持ちください。お気をつけください。おめでとうしゅうだ。さあ、ぶつかってたらやめろ。お気をつけてください。どうですか。ここはリング内で決着をつけようということでしょうか。そして、さあ、しかし、塾長の、ああ、しかし、この最後の通る右を返しておいて、ドラスティック。しかし、右で返す。そして、あれは、低空パワースラム。塾長、さあ、ここから、しかし、ジグチョーダックロック。ダブルダウンか。さあ、お互いダメージがある。ワン、ツー、スリー、フォー。
か、ここで、膝を立てた状態での張り合い。いやー、聞いてないよ。一発一発が重い。塾長、さあ、塾長行く、信也を返す。さあ、さあ、お互い負けない。さあ、これフェイントを入れておいた。そして、さあ、ローペ逆に、ああ、フレアが、おお、さあ、前方回転の入れ方がかかる。そしてここで、攻撃の会社、今度、さらに返す。危ない。さあ、油断できない。あー、押して蹴りを入れておいて、あースワンダイブ式でクジードラゴ決めていった。塾長、塾長、さあ、ここで深夜体一発かした。塾長もまだ行く。さあ、クロペルゾンからこのままジャーマンキュープレックスホールド。さあ、これで塾長、塾長待って、深夜がジャーマンをするのは珍しい。さあ、奥の手を返されてしまった。ならばとこの体勢、首をかき切ってクシードライブに行く。行かねさん、行かせない。タイミングをずらしたぞ。そして、しかしここでエアプレースピン、エアプレースピンで回す。これはバックフリップ。カモンカモン。さあ、ここでもう試合が15分が経過している。一度にしたかったんですけどね、はい、後方に下がってね、かけられないようにしましたね、はい、うまくタイミングしましたね。そしてここからブロックに出かけてワンアンドバックブレーカー。そしてあるぞ、シゲどうする。ああ、コブラツイストが入った。アバラオリシゲ、さあ、この体勢、さあ、何もしてもコブラツイストだ。さあ、クローズ、さあ、ロープまでまだ少しあるぞ。どうだ、パークワンド持っていった。返した、まだ危ない。さあ、もう避けられて、これはまずい、これはまずい。さあ、もう今度はクロッと回ってゲームをクラッチに持っていったが、これも返した。ああ、どうする、バックの取り合い。どうする、さあ、どっちがどうする。ああ、